ポーラ・チョイは、香港の歌手。本名は、ジョッシュ。愛称は、コウトリネーで、出生地は、湖北省、武将。1970年代から1990年代初に、かけて、香港歌謡界で活躍した大御所。ポーラ・チョイは、6人兄弟の長女で、幼い頃に家族と共に、中国大陸より香港に移住。 家計を助けるために中学を2年で中途退学している。1965年、天天日報と南国試験劇団が合同で主催した香港のウグイス歌謡コンクールに参加、上海女優発行の蓮の日を歌って優勝し、レコード会社と契約。これにより小発行と呼ばれるようになる。歌手になるのを、 反対していた両親の説得に成功し、ナイトクラブでのステージ歌手を経て、1969年に、クアラルンプールの南国小編より、小、秋夜レ連の日の3枚のアルバムをリリースし、メジャーデビューする。ちなみに、この3枚とも、小発行のイメージからかすべて発行の曲のカバーである。1970年代前半には、 分子小編と、A、え、常、え、小編より、涙的小花、常人的目涙、馬よる血ほか、愛情的大値といった、台湾や香港のヒット曲のカバー曲オンリーの、アルバムを20枚以上リリース。1978年に、オリジナルの、オートオールが、大ヒット。この時期他にも、猛竜徳形態や、柔道流小房などがヒットしている。 同年香港に CBS 心理気構誌と契約、ムナ、風雨道路、人生みつる希望、夜風中、人に、何は、交差万里等といった、日本及び欧米の曲や、満天風雨、風的季節等のオリジナル曲を、関東語で歌い、ヒットを連発した。CBS ソニーでリリースした、ムナと、風的季節は、彼女の代表曲となった。また、CBS ソニーでも、 あたいゆう、か、読書し将来朝、しょうらいどん、しょうといった北京語の夏メロをレコーディングしている。CBS ソニーでは4枚のオリジナルアルバムと4枚のベスト版をリリースした。1981年、工芸性音声変更誌に遺跡、随奏曲がヒットしたほか、聖光的配映、上品糸、順流、逆流といったオリジナル曲に加え、星星茂もん 風浦的古漢といった日本の曲の関東語版をレコーディングしている。また、アルバム、秋水人では、秋水人、半不相は海火事、両創意、沈神島、調和が細うたえ、イラン上名といった北京語の夏メロを歌っている。1986年には、ポリグラムレコードに移籍アルバム、毎一歩をリリース、毎一歩、香港よる上海を、 関東語でレコーディングしており、アルバム中の、毎一歩、懇車背後、上司屋シーンなどがヒットした。1989年には、香港伝代の近親賞を獲得した。ポリグラム時代のヒット曲としては他に、冬、誰また欠だれ、一流上糸、創上期、竜火岩涙前、夢飛行などがある。また、ポリグラムでも、李性院の監視に曲をつけた。 別また何をタイトル曲としたアルバム、別また何には、愛ともぐろ、天外歌目、三年、月光章や曲、不良情などを、そして、アルバム、人の絵には、南下君最期たる、水人的口紅などの北京語の夏メロを収録している。ポリグラムでは1991年の文明涙まで13枚のアルバムをリリースした。 1992年のコンサート以降は活動も低迷し、1995年の15回連続コンサートを終えた後は、ほとんど公の場に出ない状態となっていた。しかし、2005年の夏メロブームに乗り、香港で23回連続コンサートを行い、2006年には映画、最愛女人公物京に、精神科医、陸公踊りの役で出演したほか、 10回連続コンサートを行っている。2006年、ラスベガスでのコンサート。ポーラ・チョイは1983年から2006年の間に香港で計169回のコンサートを行っている。彼女は記録的な回数のコンサートを行ってきた。特に1992年には計43回のコンサートを行っている。前世紀には アニタムイとコンサートの回数で競争していたという。ちなみに、アニタムイはコンクールで、ポーラの風的季節を歌って優勝し、歌手の道に進んだのだった。南国小編講師、分子小編講師、A め小編講師、新緑小編講師、工芸性音小編講師、法令金小編講師。ありがとうございます。